キャレッゾー。どうも、ヴァンパイアーズトークのお時間です。このチャンネルは X JAPAN やルナシー、ラルク・アンシエルといった日本のレジェンド的なロックバンドについてあれやこれや言う YouTube ラジオです。YouTube ラジオということで音声が中心ですので、何かこう作業しながらとかですね、BGM 代わりに聞いていただければと思います。本日はですね、ちょっと新しい企画をお持ちしました。なんか聞こえますね。ドロ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 って。実は今ですね、ベースを私、一緒に、録音してます。ヤマハの AG06 というですね、生配信とかに使えるオーディオインターフェースを導入してみましたので、楽器弾きながら喋ってそれ一緒に撮れるんじゃないかって思ってですね、ちょっと今回こういう企画をご用意いたしました。ラルク・アンシエルのNijiのベースの凄さをまあ弾きながらちょっと解説してみるみたいな動画ですね。イエーイ、どどどど自分でこうやって煽るみたいなね。いけるかー、いけるかー、いけるかー。これルナシーの J の煽りですね。龍一やってみます。いけるかー。あれどうでしたっけ龍一。あ、かかってこーい、かかってこーい、かかってこーい。ネクソンってね、ルナシーの、曲と曲の間の煽りをちょっとやってみましたけど、もうそんなことやってる場合じゃないんですよ。Nijiのベースをですね、練習したので、いや、練習すればするほどですね、この曲のベースほんと素晴らしいんですよ。もうラルクのベースが素晴らしいことぐらいはもう全世界の皆さん知ってらっしゃるので、今更私が言うことでもないんですが、特にNijiはですね、まあ視聴者さんのミュウさんがね、ベースのNijiのベースが素晴らしいんでぜひ聴きたいですということをおっしゃってて、で私もともとギタリストだったのでベース持ってないんです。もうベース持ってなかったんですけども、まあせっかくリクエストいただきましたのでと思ってベースを買って、しかもラルクのスコアもですね、昔持ってたんですけどやっぱ全部処分しちゃってたので、メルカリで買い直して今全部絶版ですからね、売ってなくって新品では。メルカリで買い直してですね練習したんですが、もうほんと素晴らしくて、でまああんまりこれちょっと結構ちゃんとやると30分ぐらいになりそうなので、まあ実験的にですねやってみようと思ってます。もういきなり最初からこうNijiすごいんですけど、まあ最初「デレレ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 」ってケンちゃんのアルペジオが入って、でバンドがバーンって入りますけど、ベース、ギターとドラムは1拍目でジャーンって入るんですけど、ベースだけですね、2拍目と4拍目弾くんですよ。ジャーン、うん、ブンって始まるんですよね。普通ベースとギターとドラムってみんな一緒に、ここは B なんで、B の音をドーンと弾けばいいのに、うん、ジャーン、ドーンって、一人だけ全然違う動きしてるんですよね。まあ、こっからもう、やっぱただもんじゃねえなっていうのがあるんですけど、でそっから「時は奏で」の最初の音、この、E か E の音からですね一拍だけ弾いて、でこうスライドで上がっていくんですね。ってなるんですけれども、普通この4弦開放鳴らすんですよ。普通ドーンドーンって、ここが一番低いしドスンってくるからドーン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 って弾くのに、3弦の7フレットのこの1オクターブ上の E の音からってスライドして上がるんですよ。しかも普通スライドダウンするんですよ、こうやって。これならよくあるんですよね。ドーンならまだ分かるんですけど、どうやって上がってドーンドーンって、これすごいんですよね。そのジェットコースター的な上に上がって落とすみたいな。これをいきなり、まあちょっとこの調子で話してったらこれどのぐらいかかるかわかんないですけど、まだサビの1小節目1拍目ですからね、これすごいですね。発明だと思います、てつさんの。ここね、これよくライブでもやっててかっこいいなと思うんですけど、1拍目に重心が来なくて遅れて2拍目のところにドードーってくるのがかっこいいんですよね。独自のグルーヴ感、うねうね感を出してるんですよね。ですね。でこの後のフレーズもかっこいいですね。これもかっこいいですよね。12フレット、11フレット、12フレットの。で、この後もあるんですよ、これと同じようなのが。ここね。かっこいいね。余っちゃいましたね。で、この次、この次、まあ、ここもかっこいいですけど。ミスった。ここは歩き出したのとこね。Stairway to Heaven のとこですね。の、じゃんじゃじゃん、のとこですね。ここはその歩き出したのシンコペーションのところと、ここはみんな合わせてるんですね。バンド全員も、ボーカルも含めてなんですけど、これもでもあかっこいいな伝わってます？このかっこよさで「Way to Heaven」の次ミスターうねってますね。うねってますよね。楽しいんすよ。普通ベースってこんないろんなフレットを行き来しないんですよ。まあ普通こんな感じでこんな感じなんですよ。ルートだけ弾く、ルート音を弾くっていう感じでね。なんですけど哲也さんのはねこのスライドとかを多用して、ぐん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 こうベースでうねっていくドライブ感を作っていくっていうのが、まあそのベースまあそうですね、ヒーロー、ベースヒーローと言われるゆえんですよね。テツさんのもうリードギターよりも目立ってるっていうのがやっぱテツさんのベースの凄さ、ブイブイ言わせてる。特にこの頃っていうのは、インディーズ時代からまあ激しかったですけど、トゥルーハート、そして、アークレイ、この辺りがやっぱり彼のベースプレイを味わう意味では全盛期というか、まあ、真骨頂ですかね。この後以降はやっぱりどうしてもその、まあ、理論とか分かってしまったり、そのベースという楽器自体の、セオリーだったり、まあ、その違った面白さっていうのを追求するようになってるんで、そんなにこうベースが俺がって主張するってなっちゃった赤ちゃん言葉になっちゃいましたけど、主張するというよりは、まあ、楽曲をこう重視するというか、楽曲のそのルート感とかを出すっていう感じになってるんで、まあ、5弦ベースとかでこう低音でね、しっかりこうコード感、ルート感を出していくっていうプレイに徹するようになってってますけど、最近の哲さんはね。でもこの頃とか、まあ、初期ですね、初期の頃っていうのはもうベースっていう楽器のこう既成概念を打ち破るというかですね、ベースってこんなに主張していいんだっていうフレーズで、まあかっこいいっすよね、ほんとね。でまあなんだっけ、未来が続いてるのところもみんな伸ばしてる中、って動くんすよね、裏メロで。こうメロディーとメロディーの間をこうつないでいく対旋律、カウンターメロディーとか言いますけど、まあそういうのを普通ギターがやるんですけど、ラルクはねベースがやるっていうところがまあ面白さですよね。そしてもう芸術品とも見えるこの A メロのベースですね。ちょっと緊張するから失敗しちゃいますけど、いやー美しいっすよね。ここベース歌っちゃいますもん。本当はとてものとこね、A メロのところね、心はもろくのとこですけど、私ベースの方歌っちゃうんですよね。普通こんなのも、まあ、こんなのって言ったらあれですけど、普通ならこうやって本当はとても心はもろくって弾くんですよ、普通なら。ルート音をね G、F シャープ、B って弾くんですけど、テツさんはこうやって弾くんですよ。これすごいっすよね。ほんとね。もう一個メロディーがあるって感じですもんね。美しいですよね。これはもう絶対弾きたいなと思ってたので、練習して弾けるんだってすごく嬉しいところです。で、まあ、こんな調子でずっとやってるとキリがないんで、ここともう一個ちょっと紹介したいのが、まあ、今と同じコード進行でギターソロが入るじゃないですか。ハイドさんの語りと一緒にね。あそこのところが同じコード進行なんですけどフレーズが変わるんですね。ちょっと弾いてみます。すいません。ここね、ここちょっと待ってね。全然弾けてないですね。すいません。やっぱちょっと喋りながら難しいですね。はい、ここですよ。全然弾けてなかったけど。弾きますね。もう一回。ゆっくり弾きますね。ここね。ハンマリングを7979のところ。本当はもっと弾けるんですよ。かっこ悪いですね。それ、本当は弾けるんだったら弾けよ、実際にってね、言われちゃうんですけど、ちょっと自分の名誉のために言うと、本当はもっと弾けるんですけど、やっぱ喋りながらだとね、どうしてもね、練習の6割ぐらいしか出ないですけど、ここのフレーズめちゃくちゃかっこいいですよね。こんなことして、いや、これがその、楽譜で見るとそんな難しいことやってないんですけど、まあ弾けてないですけど、797979でこう弦を変えていくっていうだけだから、そんなに難しいことしてないはずなんですけど、音源で聞くとめちゃくちゃかっこいいし、ライブで聴いておいてもね、もうノリがやっぱすごいんですよね。これはやっぱり私みたいにノリがもたもたして聞くと、なんか別にかっこよくねえじゃんって思うと思うんですけど、これをやっぱり哲也さんが弾くと、もうすごいグルーヴ感が出てて、いや、めちゃくちゃかっこいいですよね。ここはもうちょっと、はい、私も頑張って練習しようと、思いました。そんな感じですかね。もうあんまりちょっと長くなっちゃうし、実験的にやってみましたけど、どうですか？今後も、まあ、評判良ければまたギター編とかもね、やりたいなと思ってるんですね。まあ、そもそもベース始めたの最近なのに、いきなりギターじゃなくてベースでこう弾きながら喋るのどうなんだっていうのありますけどね。まああまりにもほんと虹のベースは美しいので。で、最後のところだけちょっと弾かせて。最後のところね。果てしない未来を捧げようのとこですね。あ、ごめんごめんごめん。もう一回。やばい。ここね、美しいっすよね。ダーンダーンダーン。このフレーズ多いんすよ。このフレーズ多いんですけど、哲也さん。これは美しいっすよね。美しいんですけど、私のベースが下手すぎて、もうそれでちょっとなんか、低評価とか、炎上したりとかしないかっていう心配が出てきて、そろそろ退散しようと思うんですね。もうちょっとやっぱ練習して上手くなってからじゃないと、こういうのはちょっとね、難しいのかなとか思いながら。まあでもリアルでいいし、これも自分に聞かせてますけど、いかに哲也さんが上手かっていうのがね、また分かっていいんじゃないでしょうか。この動画いかがでしたでしょうか。まあ、下手くそだっていう低評価はいただいてもしょうがないと思ってるんですけど、まあ、これをこう世に出すこの胆力というかですね、私のその図太さみたいなところを評価していただけると嬉しいなと、思っております。虹のベースがいかにかっこいいかっていうのを実際に弾けないベースを弾きながら、頑張って解説するという動画でした。またコメント欄とかにですね、こういうのもやってほしいとか、もうやめてほしいとかですね、ご意見がありましたらお待ちしております。それでは最後まで聞いていただいた方、本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。